はい、皆さんこんにちは。通信デバイス工学のの第7回目の講義を始めたいと思いますえっと前回それから前々回とですね物質の発光現象っていうお話をしてきましたけどもまああの式の変形が多くてですね一体何をやってるのかっていうのはあのよくわからないうちにえー 進んでしまったように思いますのでもう一度ですねちょっと式は,は置いといてえ一体どう,どういうことをあのやっているのかとあの物理的にですねそこをもう一回あのおさらいをしておきたいと思います。でまず最あのここで扱うのはまあ物質の発光現象っていうことですけども実際にまあ通信デバイスとしてまあ半導体レーザーなり LED なりあのそういった発光デバイスが使われるまあ光源としてですね光,通信光ファイバー通信用の光源として半導体レーザーとか使われるんですけどもまあそういったデバイスがなぜ光を放つのか発光するのかまあそういったことはた,あの使うただ使うだけだったらで乾電池つなげばあの光が出てくる LED 発光ダイオードであればですね。 しかるべき電流注入電流流せばレーザー発信が起こるというだけでよければそれでいいんですけどももう少しやっぱりそれだとつまらないとなぜ発光するのかというところのフィジックスまで,ですね踏み込んで少し理解しておきたいという方のためにこういったお話をしてるんですね。 でもちろんこの話っていうのは非常に難しいんで量子力学とか電磁力学とか、まあ、統計力学とか今まで習ってきたいろんな学問を駆使しないと、えー、あの展開できないし、まあ、そういう基礎が必要なんですけども、まあ、必ずしも量子力学を勉強していない人もこの講義を聞かれているし統計力学なんて習ってないよっていう人もいらっしゃるかもしれませんけどもまああの <laughs> えー、そういう方でもですね、まあ、何をやってるのかこの式変形とかですねもう理解していただきい,ただいて後ほど本当にそういう分野をあのちゃんと極めなければならない時にあの、まあ、参考になるような、えー、知識を身につけていただければいいかなというふうに思っていますで、まああの一度一度でもそういう話を聞いていくとですね後でちゃんと勉強しようと思った時にですね何を勉強すればいいのかっていうところが あのわかるだけでもあの違うかなと思ってですねお話しています。でまず物質の発光現象、物がなぜ光るのかっていうそういうまあ LED にすると半導体レーザーにするですねそういう物質の発光現象はちゃんと扱う学問があります。でもそもそもですね光ってどこから出てくるのかっていうふうにあの突き詰めて考えるとまあすべての光っていうのは原子から生まれると言っても過言ではない。 言いい過ぎでではないです、ね、まあ実際考えてみれば太陽のから来る光太陽の中で水素原子が核融合反応を起こしているわけですからまあこれは原子から出てくる光ですしまあホタルだってですね有機物の生化学反応によって発光してますし物が燃える時だって有機物の化学変化が起こるわけですよね。で LED のような、えー、まあこれから学習する 半導体光デバイスでも、まあ、これ半導体結晶,中の結晶中での電子がですね電動体加電子体の間で線維を起こすその時に光が出てくるわけですから、まあ、そういう意味でもまああの全ての光っていうのは原子から生まれるというふうに考えてもらってい過言ではないですね。まあそうじゃない光ってもちろんあのシンクロトロン SOR 例えば今東北大の奥の方でで、うん 作ってますよねああいう、えー、まあ電子を高速に加速してやってその、えー、リングで回してやると、えー、光が連続的なスペクトルが出てくるまああれは原子ではないで電子ですよね電子を高速に加速してその,かあの加速度運動をさせるときに放射される放射光なんですけども、えー、まあ,あのほとんどの光はその、えー、物質から、えー 出てくると、まあ、物質は何から出て形作られているかっていうと原子ですよねですから全ての光は原子から生まれると言っても言い過ぎではないでこういった物質の発光現象あるいは逆に物質に光が吸収される現象そういったものをメカニズムをですねちゃんと扱うためにはですね 広く言えば電磁波ですけど、ね、物質と光との相互作用メカニズムを扱うような学問そういうものを学ばなければならないということでそういった学問は比較的新しい学問ですけども量子電子工学クォンタムエレクトロニクスというこういう学問分野がありましたもうあのテキストも何冊かいろいろ出てますし。 名ます。で、これ名前の通りこれはもちろん量子力学がベースにあ,るありますし量子力学だけじゃなくてまあ電磁力学もえ知ってうかなければならないし統計力学もえ知らないとだめですそういう意味じゃああのまあ物理学ですね大学で習う物理学を総動員しない,しないと理解できないようなまあそういう学問分野ではあるわけですのでまあ非常に難しい。 で,す、ね、でまあでも、えー、それをなるべくエッセンスだけ分かりやすくお話をしようというのがこの講義でして、えーまあ、式も出てきますけれどもその式にあんまり惑わされずに一体何をやろうとしているのかそこを理解していただければよろしいかなと思いますね。でまあ,あのこの辺は、えー、として、まあ、量子力学的に扱う必要があるといってまあ えそこでですね物質と電磁場との相互作用を扱う方法には大きく分けて3つあるっていう言い方をしましてねこの表にそれがまとめてあるんですけどもこの3つの方法でまあ古典論的に扱う方法物質も電磁場も共に古典論で扱う方法でこれだとですね光の吸収はまあプ,ラプラズマ吸収ドルーデモデルで説明できるんですけどもそもそも 発光現象っていうのは説明することができないんですね古典論では。でそこで、えっとまあ、反古典論っていうのがありますこれはえっと物質は量子,量子化して量子論で扱いますけども電磁場は光はまあ古典的な電磁波マクセル方程式として、まあ、波動として扱うでそういう半分古典論半分量子まあ半分量子論といってもいいんですけどそういったあの 理論ではですね光の吸収はもちろん扱いますけども誘導放出まで説明することができますけども自然放出はこれ説明するとできないですね自然放出っていうのは自然界で起こっている発光現象のほとんどがこの自然放出なんですね誘導放出っていうのはレーザーを説明するのには非常に重要なレーザーはこのほとんどこの誘導放出で発光しているといううに。 ふうに考えていいんですけども自然界での発光現象はこれ,じゃこれも起きてますけどもこれよりかはこちらの方が多いそれを説明することができないんですね。でこの自然放出まで含めて全ての発光現象を説明するためには物質を量子化するだけではなくて電磁場も量子化する必要がある場の量子の電磁場の量,子あの量子化してやらないとダメ電磁場を量子化するとォトンっていう概念が 出てきます。マクセル方程式だけではフォトンって出てます。ね。量子化して古典的には古典電磁学ではフォトンっていう概念は出て出てきません。ですけども、電磁波を量子化するとまあ高エネルギー量子光のエネルギー量子としてのフォトンというものが出てきます。そういう概念が出てきます。まあ、これは後ほど。あの来週次回お話ししますけども、今日はもう1個のおさらい。なんで、このハンコ天のおさらいと。それからレーザー。この誘導放出を使って。 光を増幅するレーザーについてそこまでお話ししたいと思いますまず前回2回のおさらいをちょっとやっていきたいと思います。で今日はこの半個転論とそれを使った誘導放出は説明できますのでその誘導放出を使って光を,光を増幅するレーザーというものをお話ししたいと思います。というのはまあ物質 による物質と電磁波との相互作用について扱うんですけどまず電磁場の方はクラシカルな波動としてあのマクセル方程式に従うような波動として考えてますただしここでですねまあ皆さんおなじみのこういう E とか B とかいう電波とか磁場というこういう量じゃなくてベクトルポテンシャルまあもちろんスカラーポテンシャルも含めて電磁ポテンシャルっていってますけどもこのベクトルポテンシャル を使って表現するという,こういうまあマクセル方程式は皆さんおなじみのマクセル方程式は E とか B というおなじみの電波の量とか時速密度で表してるんですけどそれよりもこのベクトルポテンシャルとかスカラーポテンシャルいわゆる電磁ポテンシャルの方がより本質的なえ電磁場の量なんでそれは私が学部の時学部の電磁気学の時にもそういうふうに強調してますけどもまあそれで説明した方がええー え、わかりやすいというかですね。理論が整然とするということで。ベクトルポテンシャルを使って展開していますね。で、その時に、まあ、このゲージ、いろんな物差しをとる、とることができるんですけれども。この、あの。量子電磁、量子電磁工学ではですね。クーロンゲージっていうのを。あの、用い、用いてます。まあ、なぜかというと、クーロンゲージ使うとですね。まあ、こういうふうにシンプルな関係になるんですね。 電磁場もうスカラポテンシャルは考えてまあ電荷も電流も存在しないんであれば自由電荷も電流も存在しない自由空間であればファイはコンスタントなんでもう考えなくてもいいんで電磁場っていったらベクトルポテンシャルだけを考えればでこれはその波動方程式ですねベクトルポテンシャルの波動方程式横波としてクロン,クロンゲージですから。 ベクトルポテンシャルは横波として考えてますけどもそれがこういう波動としてででんしていく波動方程式に従うと。でもし E とか B とかいうおなじみのその電磁場の量を求めが知りたければですねベクトルポテンシャルを時間微分してマイナスつければ電板の量が同出されるしベクトルポテンシャルのローテーションを取ってやればですねそれが磁場の量 B が。 求まるわけですから電電磁磁とうつ考えなくてもですねこの A だだけけででででこれ表現できるですから非常にそういう意味でえシンプルになるというところがここに空論ゲージ使うとですねでそういう電磁場これがもう電磁場ですねこれがこれベクトルポテンシャルなですけど電磁場こういう電磁場内にこれ,これを電磁場内に1個の価電粒子電子がそこれでいえば具体的には電子ですねでその電化がいい電子の電化素電化がいいで。 でこれは電子の運動量で電子の質量なんですけどもこういう電磁場内にこのベクトルポテンシャルで表される電磁場内にたった1個の電子が存在する時のこの粒子系の電子の系のハミルトーニアンというのはこういうで表すことができますね。そ,そこでですね、えっと、このハミルトーニアンはですね H0 っていうですね、えー、主ハミルトーニアンとそれから 主ハミルトニアンというのは電磁場が存在しなき電子だけこの式でわかりこれ電子の運動量と電子のポテンシャルエネルギーですからその電磁場は関係ないですね電磁場がなくても電子だけ存在する場合のハミルトニアンというのはエネルギーを表し電子のエネルギーを表している演算してるからまあこれは電子だけが存在する。 場合のハミルトニアシューハミルトニアンとそれから電磁波との相互作用ですねこれ相互作用に基づくハミルトニアンに分けることがこういうふうに分けることができますこれはシューハミルトニアンとこれはインテラクションハミルトニアン相互作用ハミルトニアンっていうふうに呼んでますで相互作用を扱う時にはまあこちらが重要なんですけどもでこれ項はまあ無視してます工事の項はあの無視することにしますそこでですね、えー じゃあ,あのその電磁電磁場との相互作用をどういうふうに扱うかなんですけれども、えー、この加電粒子の運動っていうのをですね電気双極子禁じ電気双極子で、えー、禁じするようなモデルを使ってます、えー、まあこれがまあ電磁場との相互作用を扱うまあモデルとしていろんなその形態があるんですけれどもここなぜこれこういうモデルを 採用したかというのはまあ一言で言うとこのモデルを使うとえいろんなその発光現象がうまく説明できるからというしか言いようがないですねとにかくで、えー、物質の方はですねこう電気双極子っていうふうなようなものを考えるんですねで電気双極子はまあ古典的な電磁気学を習った人だったらアンテナ アンテナみたいなアンテナはここれダイポールのことですよねアそういう微小ダイポールっていってますけどあれも一種の電気双極子でその中を電流が流れることによってそこから電磁波が放射されるということですね。でこの場合もですねえっと電波まあこういう正弦波的に振動している電波とそれと同じ周波数で波で 同じ振動数で回転しているようなこのオメガっていうのは入射電波と共鳴しているような場合ですねそういったものを考えるで例えば気体の原子分子のような気体の場合でもですね分子気体まあ水素原子でもいいですけどもここに電波が加わるとここに原子核とその周りを 取り囲んでいる電子の雲の間に、こういう偏りが、この電場によってですね。中心がずれますよね。で、それが。まあ、ある意味、電気双極子に対応していますね。で、外から電波が加わると。こういうふうに加わります。直流電場でやっても、こうなって。これがもし振動していれば、それに伴って。この、電子、で。電気双極子もくるくる回転するような、そういうモデルを。電気双極子近似っていうふうに考えてやると。 この電気双極子、この相互作用ハミルトニアンというのは、こういうシンプルな形で表現できますね。この R ールというのは、電気双極子で、アはイ、e e、ー、は。電化です。それと、R は、この変異、この。電子の、ええ、ずれですね。中心が原子、水素原子で、やっぱ原子核と。電子分布との間の、この変異のことを、R ーっていうふうに呼んでます。まあ、こういう、こういう電気。 相互作用をしているこの原子系の方を電気双極子で禁じするようなモデルを使ってやると非常にシンプルでなモデルなんだけどもいろんな現象が発光現象がうまく説明できるっていうことです。でまあそういう相互作用を電気双極子で禁じするようなモデルで相互作用ハミルトニアンっていうのはこういうふうに与えられますので。<laughs> まあそういったようにエンジニアで扱うエンジニアリングで扱う物理現象って前にも言いましたけども非常に複雑なものが多いですよね。だからあの全てのことを全部細かく扱う複雑になりすぎてもう破綻しますのでなるべくシンプルに考えるっていうことが重要ですね。そのシンプルにに考えるとき大事な項を、えー 落としちゃったらダメなんでやっぱり本質的に重要な項は全部取り入れるべきなんですけどもなるべくあのいらない項はですねあんまり本質的にじゃない項は思い切って無視してですねでなるべくシンプルな理論を構築できるようなまあそういう能力が求められるエンジニアリングの人にはですね でえっとまあ、先ほどは水素原子のお話をしましたけども水素原子だとその外から電解が加わると原子核とその周りの電子の雲の間に、まあえー、中心がこうシフトするようなそういう分極が起きて電気双極子ができるっていうふうに言いましたけど、まあ、LED とかですね半導体レーザーは半導体素子ですから半導体素子の場合の電気双極,極子ってどうやって考えるのっていうふうに思われるかもしれませんけども。 これの場合はですね半導体の場合はですねえーえーまあこういうふうにシリコンシリコンでもインジウムリンとかガリウムヒ素のような化合物半導体でも電子が規則正しく原子が規則正しく並んでいるのが結晶ですよね。で結晶はもうこういう化合物共有結合とかいろんな化合物性の結,結合とかで隣同士の原子の大事。 電子を共有しながらこう結合してるんですけどもこれこの結合の手がですね熱的にまあ室温付近でもあの時々切れることがありますそう切れるとどうなるかっていうとこの電子を放出してそれが自由電子っていうまあ完全な自由ではないんですけどもその供給した原子の周りに緩ゆるゆるく束縛されながらこう動き回れるようになると。 それがこのこういうバンドよく書くバンドの図で書くとこれ熱的に冷気した電子とこのホールがある程度弱く結合しながら電気双極子を作っているとこれがそうですね電気双極子こういったモデルでそこに入ってきた光がこの電気双極子と共鳴することによって相互作用が起きるっていうまあこういうモデルを考えてやればいいのだというふうに。そこでですねまあ,あの ぶえー、物質の方を量子化するためには、まあ、量子力学が必要なんですけども皆さんが量,もう量子力学習ってない人はちょっと分からないかもしれませんけども習った人でも、まあ、皆さんが、ね、習ったのはシュレディンガーの波動方程式ですよねこういう波動関数で表すような表し方を習ってるんですけども実際こういうあの使う場合にはですねこ,のこういう波動関数で表すような、えー、表記よりもこういう状態ベクトルですね はいこうリラック表記の方があのいろんな式の変形とかなんかがあのシステマティックにできるんでこちらを本当は身につけてもらうといい方っていうふうにううまあ「ブラケット」とか「ブラとかね今頻繁に出てくるで最初はちょっと戸惑うかもしれませんけども一度慣れてくるとですねこちらの方が式ああ変形とか楽なんでこういう波動関数 こここれよりかはこちらのうが使えるということいで本当にまあこの理論をちゃんと勉強しようと思う時にはこのリラック表記っていうのをえ使われるというかですね理解されることをお勧めしますけどもまあそれはそれなりに難しいですけどねでそこでですねえっとここでですね量子統計を導入しますでそこには密度行列っていうものが出てくるんですけどもなぜ量子統計を 入れる必要があるのかっていうお話は先ほどの方程の先ほどのですねえっとこのもっともっと前にこの式っていうのはこれは1個の原子電磁場内に1個の家電粒子が存在する時のハミルトニアンでしたよね。ところが実際にその物質の発光現象っていうのは1個の原子が発光する というわけではなくて集団としての半導体中に存在する電動体とか電子体に複数の原子が存在してそれが集団として発光現象を起こすっていうようなことですからまあ多体問題を扱う必要がある一個の原子じゃなくて多くのまあ電子がですね集団としてどう振る舞うのかそういう多体問題を扱う必要があるんでまあ統計 力学が必要になってきますでここで使うのはまあ量子統計というまあ量子力学に基づくまあ統計理論なんですけどもえま皆さんまだ習ってないかもしれないけどそういうものが必要になってきます。でどう,やってどういう扱いをするのかっていうところだけちょっとお話ししていきますまずこの量子力学でまあこの状態っていうのはですね、えー まあ例えばこの N というのはこれあるエネルギー固有状態です粒子のエネルギー固有状態のこういう線形結合で全ての状態というのが表現できますね。でもちろんこれは完備形を成しているエネルギーはこの N というのは完備形を成しているんですけどもその線形結合で表すことができこれはその展開係数ですね C は展開係数です。でここに、えー、とギリシャ文字でニューという あのう、疎がついているんです。これは、これは複数ある原子の入番目の。原子は固有し、入番目の原子の状態、まあで、で電子で言う、入番目の粒子、電子、電子の状態が。こういう式でうう、えー、与えられるんですけれども。ただ、この N ネルギー固有状態は。どの粒子にも一緒ですからここ。これは、これ、これ区別する必要ないですね。ここにニューというのをつける必要ですね。 1>, 1番目も2番目も全部この状態で展開同じエネルギー固有状態で展開できるんでこれは共通ですただこの係数は違ってきますね μ 番目の粒子の係数とそれから1番目の粒子の係数と N 番目の粒子それは違う可能性があるんでこういうふうに扱う必要があるで,でそのこれは全ての粒子この多体系の全ての粒子に対してこのこ,のこういう式がまあいくつあるか分からまい一般には N 個のラージエヌ n 個があるとするとこの n の式が必要なんですけれども。ということで,であるそれに対してある演算子を a とするとまあ物理量を a とするとそれに対する期待値っていうのは量子力学で期待値っていうのはこの状態ベクトルでこう挟んでこういう形で与えられるっていうことがその量子力学で言われてますので,でこの μ 番目の 入番目の粒子の物理量 A に対する期待値というのはこういう式でこの係数で展開するとこういう式で与えられます。そこでこれは入番目ですねじゃあ複数全体としてこれは入番目の粒子の期待値はこうなんですけれどもじゃあ集団として全体として集団全体としての期待値の平均ですねそれをアンサンブルアベレージっていうふうに 言っっっててててそれれどうやって表されるのかこれは一個一個個の,の,ででの N 番目だったらまたこれが、N、別の値 N−1 だったらまた別の値っていうふうになるんですけども集団としてじゃあ集団として全体としてはどうなるのかということでこのまず2番目の粒子を抽出する確率を PV っていうふうに置くと当然この全ての粒子をこれ3名称取ってやったものは全ての粒子のどれかを抽出する確率は1ですよね。 でそうするとです、ね、この集団平均というのはアンサンブルアベレージというのはこういう式で与えられますのでこういうのをですね集団全体においてこの物理量 A を観測した時の期待値つまりそれを統計平均ですねアンサンブルアベレージっていうふうに呼んでましてこういう A の A にバーをつけたような形で表します。 でそういうものを、えー、これで展開してやるとこういったものがこ,こ,れこれをですねこういったものが出てきますよねこの部分これを密度行列っていうふうに呼、えー、んでてこ,ういうこのローの mn は密度行列要素要素なんで mn 要素なんですけどもこれを全体としてね mn 行列なんでこういうものを密度行列ロー,ローを密度行列っていますでそのローの mn は密度行列の mn 要素ですよね このアンサンブラベージュをこの密度行列で表すとこういうシンプルな式に物理上 A のアンサンブラベージュ集団平均というのはこの密度行列とその演算式のトレースで表される対角和ですねこの和ですねこの対角和で表すことができますあとちなみに密度行列の対角和は1ですねトレースローは1です。 ということであとそのそういうふうに密度行列を導入してやれば集団としてどういう集団としての振る舞いはですねこの密度行列の時間発展ですね密度行列が従う運動方程式を求めてやればいいということでこれがですね時間発展時間的にどういうふうに変化していくのかこれが密度行列の時間発展を表すような 運動方程式そういうものを導出してまず導出してやろうということでですねまあやあの導出しました、まあ、このシュレディンガー方程式なんかを使って導入してやると密度行列の時間変化というのはこういうシンプルな式に与えられます密度行列の時間発展というのはこ,ううこれはハミルトニアンですねこっちは密度行列ですねでこういうこういうシンプルなこれが密度行列のまあ運動方程式っていうふうに あの考えられるまあこういう名前がちゃんとあるんですけどもえっとそこでですねえっと具体的にこのハミルトニアンというのは先ほどこういう形でこれ周波ハミルトニアンとこれは電気双極式近似における相互作用ハミルトニアンですねこれは相極式モーメントであったんでこれに代入してやるとまあこういう式主ハミルトニアンとこの双極式モーメントを使ってやって密度行列の時間発展運動方程式っていうのは こういうういいで与えられますよというまあここでちょっと禁似こういう禁似を使ってますけどもえまあこういう禁似を巧みに使いながらなるべくシンプルに考えるっていうのがこういう形であの密度行列の時間発展は求まったんでじゃあその密度行列の要素ですね mn 要素の時密度行列の mn 要素 mn 成分がどうなるのかっていうのでそれをまあ 求めてやるとこれがこの式ですう、ね、最終的にこういう式になるんですね。シュハミルトーニアンですねこれは H0 はあとはこれ双極子モーメントですね R はですね。でこれ MN 要素っていうのはこういう式に従うっていうことが導出されます。まあちょっといろいろ式変形で何をやってるのか分からなかったかもしれませんけどもやってることはそういうことです。まずここで 密度行列つまり集団としてその電子系がどう振る舞うかっていうのを基本方程式を運動方程式を導出したんであとはこれを使って具体的に求めてやるとでまあちょっとこのシュハミルトニアンっていうのはこういう性質があったんで MN 成分の最終的にはですねこういう式になるんですね最終的にはこのローの MN 成分の時間発展っていうのは運動方程式がこういう これオメガ NN っていうのはこういう式で与えられますと。でここでですねこれ一般的な式で M と N っていうのはこれエネルギー順位ですねエネルギー順位なんですけども、えー、例えば LED 半導体デバイスのようなもの、まあ、LED でも半導体レーザーでもそうですけどもエネルギー順位としてはですね 二重二系をで近似することができますね。二重二系っていうのは、まあ、電導体と家電子体。それで二重二ですね。他にも、えっと、水素原子の、水素が水素原子からの発光なんかでも。水素原子を回っている一番外側の二つの順位で、の間で。まあ、れ、基底状態と励気状態とかですね。そこでの電子の遷移。 相互作用ええばいいでで水素原子でも二順位系と考えれば実際の内側にもたくさんの順位があるんですけどもそちらの方はあんまり発光に寄与しないと考える一番外側の2つの順位間での電子の繊維が発光に寄与するって考え半導体中では今言った電動体と家電子体で二0位ですねそういうふうに考えるとまあ例えば半導体で言えばこの B が電動体で A が家電子体とこういうふうに二0位。 で考えればいいんでそうするともうえっとこの m とか n は a か b かしかないです。m か n は a か b かしかないんで,で共に b の場合と共に b の場合共に a の場合で m が b で n が a の場合と逆に m が a で b この4つの方程式しかないですね。この密度行列はそのける2の行列になるんでまあこ,れこういう式になります。この4つが 具体的に二順位系の場合はこの4つになりますでこれを具体的にこの微分方程式を解いていきましょうと、えー、こ,れこれ時間発展を表す式なんでこの微分方程式を解いていきましょうということでまず一番下の式に着目してこれをえ解いていくんですけどもでまあこのまずこの意味ですねこのローの BB って何かというとまあ上順位これ密度行列の上 BB っていうのは上順位 この上側の順位にある電子密度なんです、ね、ローの AA は下側順位にある電子密度。ローの BA というのはこの量子コヒーレンスっていうちょっとこれは分かりにくい概念なんです、これ、この辺はまあ分かりますよね上順、上順位にある電子密度とか、下側の順位にある電子密度。これは物理的に分かると思いますけど、ローの、BA、AB というのは2つの順位にまたがる成分ですよね、これも。 でこれっていうのはちょっとイメージしにくいかもしれませんけども量子コヒーレンスって言ってましてこの第3式と第4式が表しているのは量子コヒーレンスが時間的に変化するこの量子コヒーレンスが時間的にどう変化しますかっていうのが与えられてるんですね。で量子コヒーレンスっていうのはまあちょっとその物理的な意味は先週もお話したかったとして思いました 思いますけれども電気子がですね、こう一方が電気エレクトリックダイポールモーメント電気双極子が電磁波と相互作用しているときにまず何も電磁波がな,なかったら相互作用はないんでねそれにあるだけで,そこ,でそこにオメガでサインオメガ T で J オメガ T で回転制限発振動している電磁波が来ると先ほどお話ししましたようにこちらの方もそれと電磁波と共鳴してですね、えー、E の J オメガ T っオメガという各子波数で。 まあその中心をは固定して回転運動を始めますね。でその,その2つの、えー、入ってきた電磁波と原子系が共鳴してうまく共鳴してる間は相互作用が起きます。このエネルギーが電磁波から電子系に移るそれは吸収ですよね。逆に、えー、原子系から電磁波にエネルギーを移る時には 光光の放出が起こ発光現象ですねそういう総合作用はコヒーレンスが保たれているお互いに協調運動をしている時はコヒーレンスが保たれているところがいろんな要因でそのコヒーレンスって、ね、乱されるんです例えば電子がですね格子にぶつかって炎に散乱されるとかですねあるいは電子同士電子同士が衝突する電子電子散乱って言ってますけどそれによって量子コヒーレンスが乱されるそうするとお互いにこの え強調してこう振動している場合はそ,のそういう発光とか吸収が起きるんですけどそのぶつか一方がぶつかってですね電子がぶつかってコヒーレンスが乱されると周波数が違いますからこっちはオメガで回転したのにこれがこっちに乱されちゃうんで発光が起きなくなるそういうのをデコヒーレンスといってですねえそういうことが起きるとえ発光が起こらなくなるんですね。 でそ,ういうそういう現象が、えー、いろんな要因によってですねこういう電子緩和効果デイコーレンスが起こるという現象があります。でこういったそういったですね電子緩和効果デイコーレンスとかあとですね自然放出先ほど言いましたようにあの反古典論ではですねこの自然放出っていう現象がどうしても入れ込めないんですね。この自然放出が、えー この理論に入れられるのは電磁場を量子化するこ,の、まあ、あのこれはお次回お話ししますけど自然放出がなぜ出てくるかっていうとですねこれは電磁場を量子化した時のゼロ点振動真空板の揺らぎなんですよねゼロ、まあ不確。不確定性原理から来るところの真空板自体が揺らいでる雑音みたいなそれが種となって、えー、起こるのが、えー、自然放出なんですけども。 電磁波を量子化しないとそういうゼロ点振動みたいないわゆる雑音みたいなのを入れ込めないんでこれが出てこないんですねですから出てくるのは誘導放射だけ光外から光が入ることによってそれに刺激されて発光が起こるスティミュレーテッドエミッションというこれ,これしか出てこないもちろんその逆プロセスとしての吸収はあの説明できますよですから これれを現象論的に入れる自然放出は現象論的に入れる必要があるあとですねこのポンピングっていうのもえ現象論的に入れる必要があるんでまあここで絵で書いたようにまず自然放出っていうのは反古典論では含まれてないんで入れ込めないんでこれを入れる必要がある自然放出っていうのはあるライフタイムである寿命時間タウエスで上の側の原子が光があるなしにかかわらず下側に遷移する。 現象なんですねそれが反古天論では、えー、組み込まれてないんで入れる必要であとポンピングっていうのはこれもポンピングなかったらもう熱平行状態になったらもうそれで終わりですね、えーえー、上から下に落っこちてあの上のレートと下のレートと熱平行状態になるなったらもうそれ以上発酵も吸収も起こらないんですけども強制的にですね下に落ちた原子を上に組み上げるような、まあ、これ実際の LED とか半導体レーザーでは電流注入によってダイオード PN 接合ダイオードに電流注入をしてやることによってこのポンピングを行っているんですけどそういうことによって下側の順位を過電子体の電子を電動体に組み上げるようなそういう操作を行うことによって連続的にこの発光が起こるというようなことがあるんでこう,うこういうようなのを入れる必要がある。あとはこのデコヘレンスですねこの τόD という現象が先ほど お話した電気双極子の一層が乱,れ乱されるそういう現象を現象論的に入れてやりますそうするとこの4つの式がになりますねこれは上側順位が時間的に上側順位の原子数が時間的に変化する割合ですねこれは下側順位の原子電子密度が時間的に変化する割合これは量子コヒーレンス BA とまたがってますこの量子コヒーレンスが 時間的に変化する割合が3 4式ですね。で、こういう4つの式が二順位形ではあるんで、まあ、この第4式の微分方程式を解いてやるちょ,ちょっとこの式変形はあの長かったかもしれませんけども、まあ、この微分方程式を解いただけですね数学的に解いてやると結局求まる個体がこれですねロー a b はこう求まって第3式も同様に これ第4式でのロー a b はこういう式で第3式はこういうふうに求まります。でここでですね古典電磁気学で分極っていうのはこういう式で与えられましたのでまあそこに入れてやるとえっと そこに入れてやるとですねまずこの分極 P っていうのはこの電気双極子モーメントを使ってこういう,こう,いうふうに与えられますね分極 P はですねでしたがってこの電気感受率解というのはまあこう最終的にこういうこんな式になりますねでえっとこれここで解が求まるんですけどこの解これが電気感受率ですねこの解の イマジナリーパーパトこの解分極率解のイマジナリーパートが性の場合光を増幅するこのリアルパートは何かというとこれ屈折率なんでリアルパートはまあ皆さんおなじみの屈折率ですけどもこのイマジナリーパートの方のが何を表しているかという光を吸収したり増幅したりするそういうゲインかロスを表している。このイマジナリーパーパトが 正,の正だった場合は光を増幅する原因を表します。負だと光を吸収するロス減衰係数じゃあゼロ,だゼロだって言うと何にかそれは透明ですね。えー G, まあ、G がゼロというかそのイマジナリーパートがゼロというのは光を吸収する割合と発光する割合がつり,つり当てていわゆる倍数が透明状態にあるわけですね。で えっとここがどういう場合に吸収が起こってどういう場合にえどういう場合にこれが正だと光を放出発光発光原因があるんで光を増幅するんですね。で負だと逆に光は弱くなってこれまあ増幅っていうのは入ってきた光がですね物質相互作用してますね。物質,物質に光が入ってきたで物質相互作用してて物質に光が入って で出てくるわけですけども、相互作用して出てくるわけですけども、こここれを G が正っていくとは入ってきた入射光が物質相互作用の結果増幅されて出てくることを言います。で、ここがですね負の負だったら入ってきた光が物質の相互作用を起こした結果弱くなって出てくること。今つまり吸収を表していま でどういう場合にこ,のこれがですね今原因が正ということはここを見れば分かりますねあとこれは正ですねこれ正でこういうプランク上数とこの辺も全部正ですからえっとこれがですねロー BB ロー AA 上側の電子密度が大になり下側の電子下側順位の電子密度の時に G が正になりますまあこれでこれで見れば最終的にこの式になるんで。 で逆にこう,こういう関係ですね上側の電子密度が下側の電子密度に少ない場合は吸収になってしまいますね、まあ、これですからまあこのえ二重因系の場合上側順位と下側順位の電子の数っていうかまあ密度によってえ倍数が光が,光が倍数に吸収されるかあるいは増幅されるか。 倍数を通過するときに光が強くなって出てくるからまあそれ増幅ですよねで弱くなって出てくるまあ吸収ですそれが決まるというふうにまあここを見ればそれが分かるみたいですねでまあ原因っていうのはこういう式で NB って上側順位の電子数 NA が下側順位の電子数あとこれはですね共鳴状態オメガがオメメガガがの時にその 原因これが強く起こるんでこれが外れてくるとですねオメガがオメガ BA からこの周,周波数からずれてくるとこれが大きくなって原因もやっぱり小さくなってしまいますね。そういうことでこういう状態 NB が NA よりも小さい場合っていうのは先ほどの例から分かるように。 NB が NA よりも小さい時っていうのはは原因は負になって吸収ですよねが NA よね NB NA がりも大きい時は原因が正になってこういう状態だったら発光をあの光は増幅されますこういう状態だと光が吸収されちゃうんですね。で熱平衡状態はどうかというとこの状態なんで普通自然界に存在する状態っていうのはまあ熱平衡状態ですからその状態だともう必ず上側エネルギーの高い 上側順位の電子数が少ないんですね下側順位に比べるともう吸収される一方しかないじゃあ発光まあ発光というかその媒質に入った時に光が増幅されるような状態を作るにはどうすればいいかとこういう状態を作ればいいんですねこれを反転分布って熱平衡状態ではないです熱平衡状態はこういう状態なんでそれを崩してやる何らかの方法でこういう状態を作ってやれば いいですね。ポピュレーションインバージョンっていう状態を作ってればいる場合、まあ、それが実はレーザーな。レーザーはこれを実現、こういう状態を実現して、光を増幅する。メカニズムなんですね。で、こういう、まあ、バケツ、水槽で説明しましてね。これが電動体と思って、赤いバケツが電動体だと、電動体の電子。で、下側が青、青が家電子体だと思ってます。で、まあ、電動体の電子は N. B. は、普通はこういう状態が。 あの熱平衡状態ではあるんでまあ,ある一定のちょろちょろとまあ熱的にもちろん冷気されてますよ熱的に冷気されてますけどこれはごくわずかですねでちょろちょろと出るのとまあ自然放射で出るのとはあ,のまあ,ある一定の量になったらもうこれが止まってしまいますねそれに対してこのポンピング強制的に電流注入を行うと勢いよくあのその発光自然発光が起こって まあある条件を満たせばこういう状態、まあ上側にたくさんの電子が下側にもこういう反転分布状態をえ実現することもできます。そうなってくると光を増幅することができて、まあそれがレーザーなんですよということですね。でこれが光の増幅のメカニズムについてお話ししましたね。リアルパートはこれ屈折率ですか。かの分極電気感受率かいのリアルパートはこれは屈折率を与えてるだけで。 でここの共鳴すする周波数ですねオメガがオメガ BA になったところでイマジナリーパートが解のイマジナリーパートが負,の負だとしたらこう,こういう状態ですからこういう状態だったら負,負の場合は一方的に吸収が起こって入ってきた光よりも、えー、出てくる光 P アウトの方が必ず小さいつまり減衰が起きる。でイマジナリーパートが正だと正の状態に。 のですねイマジナリーパートが虚部が正の状態になるとまあつまりこういう状態を意味してるんですけどこの時にですねえ入社波に対してえ出社光、出射電磁波、電波が強くなって出てくるてつまり増幅が起こるんだというまあそういうメカニズムについてお話ししたかと思います。先週こここままででお話ししましたよねそこで今日はですねまあレーザーザ それを使ったデバイスとしてレーザーっていうのがあるんですけどもレーザーっていうのは一言で言うと光の発信機なんですねオシレーターですね光の発信機と非常に類似類まあそういいます光の発信機なんだとで発信機っていうのはまあ皆さん電気系の人は学生実験でやりますね電子回路の発信機っていうのは。 多分実験でやるしやるしまあ電気系じゃない人でもまあ発信機が電子工作で作ったことがあるかもしれませんあるいは意図せずに発信機になってしまったとアンプにですねアンプを作ったら発信機を作るつもりじゃないんですけども正規感がかかって発信してしまったっていうことがあるかもしれません。でまず発信機というのはどういう構成なのかってまず光を増この前で電気の 電子回路ですから電気の発信機の話ですからまず電気信号を増幅するアンプがないと発信機は作れませんね入ってきた光をパワーを強くして出力するような電気信号を強くするようなアンプあのオーディオアンプでもいいですけどねでそこにですねこの正規感普通はオーディオアンプでもこの期間はかけてるんですけども正規感はかけてなくてオーディオアンプの場合不期間をかけるんですね オオーディオアンプで不帰還回路っていうのは、まあ、あのもちろん無帰還の場合帰還がない場合もありますねであの普通のアンプあのでもは一般的には不帰還をかけますねネガティブフィードバックはかけるんですけども発信機にするためにはですね正帰還、ポジティブフィードバックをかけます出てきた光を同じ位相で戻してやると。 普通は不器官の場合逆位相を反転させて戻していると不器官になるそれだと反震は起きなくてまあ増幅器なんですこれが電気の発信機でこれ電気信号を増幅するものに対して気管回路正気管回路があるということですねレーザーというのもこれとよく似てて光を増幅する倍質これは電気信号を増幅するアンプですよねオペアンプでもトランジスタでも FET でも いろんなそういう電子デバイスを使ってアンプが作れますけれどもレーザーの場合はですね光を増幅する媒体をまずあったとしますね。でそこにまあ簡単純にはですねこの光の基幹回路が必要なんですけども光の基幹回路って何かって一番シンプルには2枚の鏡を向き合わせて平行に向き合わせて構成してやれ挟んでやればそれが光の 回まあそれで光共振器っていうに、ね、光レゾネーターとかオプティカルキャビティとか言ってますけどそうすると、えー、この倍数を通ることによって光は増幅されますね強くなって入った光がも強くなって出てきますねで,で強くなって出てきた光がこのミラーで反射されます。これもちろん100%じゃなくてまあ99%とかっていうと1%は外に出力として出るんですけども。 99%は戻されてまたこれが増幅されてでまたえっと鏡に反射されて1%はでわずか一部は出るんだけども大部分は反射されてというのを繰り返すとどん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 この中で2枚の鏡の中で光が強くなって発信が起こるこちらと同じようにそういう意味でレーザーも発信機です光の発信機だっていうふうに言,います言えます。 じゃあ問題はこの光を増幅する媒体ってあるのという話でこちらはまあ具体的にオペア,アンプでもトランジスターでも FET でもそういったものが電気信号を増幅してくれますね。じゃあ光を増幅する媒体って何それは先ほど習いましたよね先ほど反転分布っていうものを媒質に作と反転分布一般的に熱平衡状態自然界にあるものはそういう状態じゃないんで。 光を増幅することはなくて吸収すする一方ですね自然界にあるガラスとかプラスチックとか、まあ、そういういわゆる物質半導体でもいいですけどもそれは熱,熱平衡状態にあるんだったら、まあ、上側の順位が必ず少ない下側よりも少ないんで光を吸収すること吸収することはあっても増幅することはないですね。光が バイスに入って減衰することはあっても増幅することがないんですけども先ほどお話ししたように反転分布っていう状態を作ってやる上側順位の電子が従えるよりも多くなるような状態を作ってやるとそれは光入ってきた光が強くなって出てきますよっていうそういった状態を作ってやればいいんですね。で二重印形で考えればまあこういうまあ原子でもいい半導体の場合でもいいんですけどもえまあ 上側順位と下側順順位位とと下、まあ、この場合上側順位のエネルギーを E2 下側順位を E1 としますね。でこの絵では今上側順位に3つの原子がいて下側順位には5個あるんでこれ反転分布じゃなくてまあ熱平衡状態ですね。でこの状態だと光はまあこれこの状態で熱平衡状態にありますね。でこの状態に物質いわゆる原子系と光との相互作用には3つのプロセスが あっててそれが同時に起きてるんです一つはですね入ってきた光がこの原子と共鳴してこの二巡位間と共鳴してこのエネルギー差デルタ E に相当するエネルギーのホトンつまり h フホトンのエネルギーというのはプランク乗数かける振動数ですねあるいは H バーオメガと言ってもいいんですけどそれがこのエネルギー差デルタとイコールになった時に共鳴状態ですね。 え先ほどで言えばこの共鳴状態っていうのはえこのオメガ入ってきた光が周波数オメガがオメガ BA の状態それが共鳴状態ですね。でその時に入射光が下側のこの原子と共鳴した結果相互作用した結果下側の原子を高いエネルギー上側順位に叩き上げるっていうかですね 持ち上げてでエネルギーを与えてそうすると入射光はエネルギーを原子系に与えるんで弱くなってその与えた分だけ弱くなって出てくるこれをしたがって減衰しますよね出射光が入射光よりも弱くなって減衰して出てくるこれは光の吸収です。でその逆の,逆のプロセスとして入射光があるとこの共鳴物質と共鳴した結果上側の原子を これが誘導放出って言ってるんですけど上側の原子を刺激して落とすと叩き落とすとその結果入ってきた光が同層でこの入射光と同層にこのエネルギーがもらって強くなって出てくるとこの相互作用した結果この原子はエネルギーを失うけども入射光がそのエネルギーをもらってまあ強くなってってこれで。 その結果増幅されれまますよねこれを誘導放出って言いますでもう一つあってですね先ほど反古天論ではこれが組み込めないで現象論的に組み込んでましたけども入射光関係ないあるなしに関係なくてある一定の寿命時間のもと上側の原子が下側に落っこちてその時にエネルギーを放出して発光が起こるのを自然放出っていいますね。 ある寿命時間で下から上に上がるっていうのはじゃあどっからエネルギーをどっかからもらわないと駄目ですけど入射光がないとそういうことが起きないんで自然吸収なんていうのはないですよね。だからこの3つがですねえとある原子系がえーこういう原子の中では物質と相互光と相互作用することによって同時に起きているこの3つのプロセスがですね で熱平衡状,状態ではこの分布っていうのはボルツマン分布マクセル・ボルツマン分布に従うっていうのは習ってマクセル・ボルツマン分布っていうのはこういう式で与えられててこれ熱力学で習ったかもしれませんけど必ずエネルギーの高いレベルの原子数が少ないんですねこれエネルギーが高くなればなるほどこの分布はこれがマクセル・ボルツマン分布ですから上に上側にエネルギーの高いレベルに分布する。 原子まあ電子の方が少ないんですねこれが熱平衡状態ですから必ずこういう関係してこれ N1 が下側順位で N2 が上側順位の原子質こういう状態の時はえ吸収も誘導放出もそれから自然放出もめあのみんな同時に起きてるんですけどもまず吸収が起きる割合と誘導放出が割起きる割合を ちょっと考えてみるとまずですね自然放出の起きる確率っていうのはこれは入射口に関係なく起きます上側順位に原子がたくさんいれば上側順位にたくさんいれば自然放出の起きる例とはあの確率は高くなるでその係数あの係数をアインシュタインの A 係数っていってますで吸収が起きる時っていうのは入射口がないと吸収が起きませんので入射口が0だと 吸収は起きませんよねで入射光が強ければ吸収も起きる確率も高くなるんで入射光入射光のインテンシティこれが i です i が入射光の強度ですねそれに比例して、えー、吸収は強く起こるんですけどもあの起きやすくなるんですけどもそれだけじゃなくて下側にたくさん電子がいるとそれを上に上げるわけですからここにいなかったらえー 上上に上げられませんよねだから下側にいる、えー、電子の数に比例して、えー、吸収が起きる確率が高くなるんでこういう式だと一方誘導放出は入ってきた光に刺激されて落ちるんで入ってきた光がないとだめですね入射光がないとだめで、まあそれはこ,これ吸収と同じですけどもであとは今度上側の 原子が下に刺激されて落ちるんで、上側に原子がいないとだめですね。ですから、n2 に比例する。吸収の場合は n1 に比例するんですけども、誘導放出の場合は n2 に比例する。で、これえっ、ー、と係数はどちらも b なんですけど、アインシュタインの b 係数って言ってまして、なぜかというとこの吸収とですね。誘導放出っていうのは全く逆プロセスです。えっ、ー、と時間反転してやると分かりますけども入ってきた光に。やって 下側が上に吸収されて上に上がって弱くなって出てくるのと,えっとこれ時間逆回しにしてやれば出てった光が逆に戻ってきて上側の原子を下側に落として強くなって出てくるっていうちょっと,えっとこれを逆回しするとこれになるしこれを逆時間逆回しするとこう,こうなりますよね。ですからこれ逆プロセスなんでこの係数はイコール同じ B です。 A ケースだけは関係し入社口があるなしに関わると起こるんでこれはちょっと係数が違うんですけどこういったですね実はこの誘導放出の研究はアインシュタインが功績が大きいんでこれアインシュタインの A ケースとか B ケースっていうのは名前がついてますね。アインシュタインはもちろん相対論とかで量子力学でも有名ですけどこういう誘導放出に関しても、えー、大きな 研究業績があってですねそういう名前がついてますね。ということでえっとここでですねこういう熱平衡状態これを熱平衡状態という熱平衡状態では必ずこういう関係がありましてそうするとどうなるかっていうとこういう関係があると吸収が起きる確率が誘導放出が起きる確率を上回りますよね。ですから 例えばこの A のように吸収が3回起こる間に誘導放出は1回しか起きないとどうなるかというと入ってきた光は強く吸収されるけれどももちろん誘導放出によって増幅されますけれどもどっちが打ち勝つかというと吸収の方が打ち勝っってててて出出ききた光は弱くなって出てきますですから熱平衡状態ではこういう関係があるために。 誘導放出も起こってるんですけどもそれを上回る吸収が起きてしまって出てくる光は減衰する一方なんですねこういう関係があるこういうことが言いますででは減衰ですそれに対して反転分布先ほどこういうこういう状態っていうのは熱平衡状態ではないですねこういう状態がもし実現できればこれ温度が負に対応する絶対温度が負の状態 代用するんで不温度状態とも言いますけどもまあこれ熱平衡状態ではありえないですね。温度がマイナスだったらこういう分布絶対温度がマイナスだったらこういう分布になるんですけども絶対温度マイナスっていうのは物理的にはありえないんですけどもですごそういう状態こういう状態が実現されればさっきとは逆に誘導放出が 吸収が1回起こる間に誘導放出が3回ぐらい起きるということで入ってきた光は誘導放出が打ち勝っているんで強くなって増幅されて出てくるということですねこういう関係が成り立ちます。したがって反転分布状態では消耗では増幅されるんです、ね、入ってきた増増幅がされるんすこういったメカニズムをうまく利用したものがレーザーですね。レーザーザいうのは 何らかの方法でこういうい反転分布をどうやってこの反転分布を作り出すかそれが問題なんですけどもどうまあ何らかの方法でこういう反転分布ができたとしたらそれによって誘導放出が吸収を上回るんでレートがですねそれを使って誘導放出によって光を増幅するまあ誘導放出というのはストィミュレーティドエミッションそういう装置のことをレーザーというふうに言っています。ね まあ、Light by of この頭文字を取って「LASER」でレーザーなんですけどもライトアンプリフィケーションこれ光増幅ですねでスティミュレーテドエミッション今出てきてました誘導放出だから光の放射をの誘導放出による光の放射によって光を増幅するもの装置っていうのがレーザーの光源ですね。 レーザーよりもちょっと歴史的には5年ぐらい前に実現された歴史が古いんですがメーザーっていうのがあって今でも使われ一部で使われてますけどもレーザーよりもちょっと前にこのマイクロウェーブを使った同じ原理でですねスティミューミッションを使ってマイクロウェーブを増幅するようなものが実現されたまあタウンズチャーリー えそれでタウンズなんかノーベル賞ももらっていますけどもレーザーよりもこちらの方が早かったで5年ぐらい遅れて光の周波数でもそれが増幅されてでまあマイクロホームは今では天文分野とか一部で使われてますけども原子土偵とかですねこちらの方がはるかにえ産業的に普及し多くだからこちらの方がポピュラーにもな,ってなってます。 むしろポピュラーになってます、ね、で、まあレ,レーザーにもいろんな種類があってその反転分布をどうやって作るかによってあとレ,レーザーバイスとして固、えー、体ルビーのような宝石ですねこういうルビーとかですねサファイアのようなこういう宝石を使ってたものの固体レーザーですね結晶体を使ったもの。 よく使う歴史的に一番古いのがルビーレーザーで1960年世界で最初に発信したレーザー1960年に発信したレーザーってこれ赤い光694.3なのっていうのは赤い光が出てくるレーザーでこれはルビーってまあ赤い宝石ですよね。でそれもやっぱり太陽の光によってそれこのあのお日様の光によって冷気されて赤い光で。 赤を発光するようなそこに赤を発光するようなところに原子の順位があるんですけどもルビーってまあサファイアなんで母体結晶は AL2O3 サファイアあサファイアっいうかアルミナですねアルミナにクロムがわずかにドープするとルビーになってアルミナにチタンかなをドープするとサファイアになるんですよね。こういった結晶 えー、結晶にこういう不純物ごくわずかの不純物をドープしてやると、えー、レーザーバイスとして、えー、動作するということで、まあ、固体レーザーこういうものを使った結晶を使ったものを固体レーザーこれがルビーのロッドですね。ルビーのロッドにじゃあポンピングっていうのはどうやって反転分布を作るかっていってです 反転分布を作るにはポンピングっていう下側順位の原子を上側にこう組み上げるような操作が必要ですねそのためにこのフラッシュランプを使ってますねこのフラッシュランプっていうのはまあストロボと思って写真とかなんかの,あのバシッと光るよねストロボと同じですけども一瞬だけですね非常に短い時間だけ強い光を当てるんですねそれ,それによって下側順位の原子を上側にえまあ上げてやってで反転分布を作る。 でもちろんそういう意味ではフラッシュランプですがパルスですねパルス発信ですけども、えー、世界一番最初にそういうレーザー発信が実現でこれはまあ三重印系っていうか、まあえー、っと歴史的には古いんですけどもあんまり工業的には使われてませんあの歴史的な意味は非常に大きいんですけども工業的に使われよく使われているのはこのヤングレーザーネオリウムヤングレーザーってこれ四重位系のレーザーなんですけども まあ30人でも40人の方が効率がいいっていうのは実はあってですねレーザーになりやすいんですけどもまあそういうありがあってこれよりかはこのヤグレーザーっていうのはよく使われてますねただしこれ波長がですね1064って目に見えないですね可視光じゃないんで近赤外光の波長で発信するんですけども基本的に原理的には同じようなこういうここがヤグのヤグのレーザーロッドがあってこういうキテノンランプで 光を当ててますあとそれ以外にガラス結晶じゃなくてもこういうガラスのようなレーザー光学ガラスにネオジウムを動物してやっても高出力のレーザーを当てて一時ですね大阪大学にこのガラスレーザーを使ったレーザー核融合の研究をやってるレーザーセンターがありまして今,今でもあるかもしれませんけどそういうものすごい強力な光を出すようなヤングレーザーも強力ですけどねレーザーメスとかなんかにも使われます医療用なんかにも使われますあるいは金属加工鉄板を切るような ものにも使えるこういう固体レーザーというのは非常に高なものが多いですねでそれ以外にも固体があるんだったら他にもあるっていう液体レーザーってもちろんありますね。で液体っていうのは有機色素ローダミンのような色素を使って色素もいろんな色の色素がありますよね。あれはやっぱり太陽の光を吸収していろんな色に発光するようなそういう繊維があるんですね原子エネルギー順位が。 そこを使ってまあポンピングしてやればえ反転分母を作ってやればレーザーになりうるんで色素レーザーっていうのがありますね。光で冷気して走るでこれは特徴としては波長が変えられるんですね広範囲に波長が変えられるっていう特徴があってまあいろんなそういうある用途特殊な用途には使われます。あと気体レーザー気体を使うガスのような使う。 まあ今は赤い今あの半導体レーザーで赤を出せるものがありますけどちょっと前まではまあ高校とか中学校の理科の実験室にもこのヘリウムネオンレーザーがよくあって比較的普及よく普及してましたね。今はもうヘリウムネオンなんかで使わなくても半導体レーザーで赤色が出せますのでえもうあまり見なくなりましたけどもまあ我々が小学校の頃は 小学校の理科の実験室でもありましたね、まあ、中学校高校ぐらいだともちろんです、えー、決して高いものではなくて、まあまあ、当時としては高かったかもしれませんけども、えーまあ、出力の小さなものだったら、まあ、数万円ぐらいで買えるようなものですね今はレーザーの赤,赤色の半導体レーザーはもっと安いですで波長が6328という632.8ナノという赤い光を出しますねでそれは こういう放電管、この中にヘリウムとネオンのガスが集まっていて。そこに高い電圧を加えると、ここにグロー放電が起きますね。蛍光灯と同じですね。蛍光灯の中でも水銀の蒸気が入っていて、そこにグロー放電が起きて、紫外線を発光して。それが蛍光物質に当たって、可視光に変換されるんですけれども。えっと。蛍光灯の代わりにですね、中に入っているのはヘリウムとネオンの混合ガスですね。そこに。 高い電,圧を電極で高い電圧を加えてやってここにグローホーデンを起こすとここで反電部分をこってここにミラーがありますねこれが光共振器ですねこのミラーとこのミラーでレーザー発信が起こると先ほどの固体レーザーにもこれミラーがあってここにですねここにこれがレーザーロットに反射銀メッキこれが光の共振器ですねこっち側にもミラーがあってこの間で光共振器が構成されて 光が何度もると。でここにもまあここにガラスの窓があるんですけどもブリュースター窓ってがあってブリュースター核っていうのは電磁気学で習いまし、あ、電磁気学は聞いた人が習ったかと思いますね。ある条件でブリュースターにすると反射がなくなって、えーえー、反射率がゼロになると。でここほとんどいい100%透過になる。 こ,こ,でこういうのにブリ,ースターブリュースターって使われてるんですよって電磁気学を聞いてもいただいた人は私も講義してますけどもある条件でブリュースター核っていうのは存在しているでここにミラーがあってここで共振機ですねでヘリウムネームというのはかつてたくさんありましたあとイオンレーザーこれ今でも使われてますがアルゴンイオンレーザーとかクリプトこれは青い光アルゴンの場合は488なのっていう青い光あるいは5 五百十四点五なっていうグリーンのレ波長、クリプトンレーザーはこれは赤ですけれども、そういったイオンレーザーとかあと分子レーザー C O 二のような炭酸ガスですね C O 二を使ったレーザーこれはですね波長がだいぶ長いですね十点六ミクロンという赤外です。でこれもやっぱり大々大出力大きな出力を出せますので金属加工とかあるいはレーザーメス医療用のレーザーメスなんかにも 使われてますねあと半導体レーザーこれこの辺は固体レーザー固体なんですけど半導体レーザーも固体っていえば固体でこれはもう今非常に多く使われて民生機器だとコンパクトディスクとかブルーレイとか DVD それからまあもちろん光ファイバー通信の光源として、えー、非常に重要なデバイスですね半導体レーザーこれはまあいったものですね。 えまあレーザーから出てくる光っていうのはまあ皆さんおなじみのようにえーまあレーザーポインターのようにもう糸を引くようにまっすぐこうそういうのがレーザーだと思ってますけどそもそもレーザーの光とじゃ蛍光灯とかあるいは発光ダイオードのような光と何が違うのかというそもそも性質が違うんですね。レーザーザのの光っていうのは コヒーレント光コヒレコーコヒレントな光っていうふうに言われてます。でレーザー光はコヒーレント光なんでコヒーレントってどういうことかってでこのコヒーレントってどういうことかというのを説明するだけでも非常に難しいですね実はコヒーレント光学っていうまあ大学院の私以前高高博士課程の学生向けに後期課程で1コマこれを説明するだけでも1コマぐらいかかってしまうんですけどもちゃんと説明。 ししようとしたらですねまあそんな時間はないんでであのえごくごく簡単に言うとコヒーレントっていうのはここに一言で言うと波の位相が揃った状態のことをコヒーレントっていうでレーザーの光っていうのはそういう波の位相が揃った性質があるコヒーレントの性質ですよってまあ別の言い方をするとスペクトル純度が高いあるいは良好な収束性これはまあそのコヒーレント光が持っている性質 なんですけどレーザーの、えー、レーザー光の性質っていうのはこういう性質があるで、まあ、レーザーの光っていうのはコヒーレントコヒーレントってどういうことかっていうと波の位相が揃った状態そういった光はどういう性質があるかっていうとスペクトル純度が高かったり空間的にしあの収束性があるでこれらはですね時間的なコヒーレンス空間的なコヒーレンスと関係があるんですねで例えばですね。 えっと、位相が揃った状態っていうのはこういう光の電光こうう正弦波正弦波を考えればサインとかコサインとかこの正弦波のような波を時間波形がですね正弦波のような波これを風へ変換してやると、えー、こういう一つの単一周波数ですねでこういった光は時間きれいな正弦波あるいはコ,コ,コサインサインのようなそういう正弦波っていうのは フーリエ変換してやればデルタ関数になる周波数スペクトルはデルタ関数になって単一周波数なんですねこういった波をコヒーレントまあ時間的なコヒーレンスがいい波というじゃあそうじゃない光ってまあ自然界の光はほとんどインこんな光ってまずないですよね自然界には自然界の光っていうのはほとんどインコヒーレントでこんな綺麗な光はなくてまあこういう対お日様から来る光も。 こういうまあ雑音みたにいいにろんな位相も依らい出るし振幅も一定じゃないし周波数もまあこういういろんな周波数成分があるとこれをフリーリエ変換してやるとこういうスペクトルはまあこんなスペクトルになっているこんな単色性がよくなくていろんな周波数成分が含まれていてこういった光はインコーレントコーレントでないっていう意味でいく。 自然界に存在すすする光光はべてこんな光なんななですね。実際太陽からのお日様の光それから物が燃える時に出る光ホタルが発光する光白熱電球蛍光灯の光蛍光灯が出る光と LED の発光みんなこんな光なんですね。それに対してレーザーというのはこういう光,装置光を出す装置コヒーレントの光より人工的に発生させる装置がレーザーと呼ばれているものですよということで。 まああの後でそのそのレーザーまあ半導体レーザーについては詳しくお話ししますけどもまあ今日はちょっとそのレーザーまでお話しするということでで次回はですねいよいよその、えー、一番完全な理論ですね倍数反古典論では物質は古典的に扱ってあ物,物質は量子化します量子論的に扱量子化しますけども電磁場は古典的に扱いますで来週はですねその電磁場を量子化する。 電磁波を量子化することによってホトンというものがイメージ概念が出てくるんですけども電磁波を量子化して物質も電磁,電磁波ももに量子化した全量子論で光の発光っていうのを扱いましょうとそうするとですね自然放出っていうのが出てくる自然放出っていうのは何によって生み出されるかそこが非常に面白いんですけども実は自然放出のオリジンになってくるのは その真空馬の揺らぎ真空の揺らぎっていうのは何から来るかっていうと不確定性原理から来てるんだっていあそういうところが分かってくるんですね。その辺のところはちょっと来週お話ししてまあ今日はここまでにしたいと思いますとでえお疲れ様でした。